どうもこんにちは、イフノクタロウです。キタヨです。お願いします。今回なんですけど、あのね、大人気のパタゴニアのバギーズショーツ、はい、そんな人気なん？これもめちゃめちゃ人気ですよ。そう、毎年もう完売御礼ですから、売り切れごめんでやらせてる。フリースの夏版みたいなこと。そう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 。で言うと、まあ結局品薄商法なんですけど、フリースもこっちもね。なんですけど、まあまあそれでもまあ売れてると、はいはいはい、大人気なんで、まあ夏のこの、はい、今の半パンで言うたら、まあグラミチかこれかみたいな、二大巨頭みたいな感じもありますから、やっぱ。あ、大御所で言うと。そう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 。これ僕持ってたので、今日はね、今回夏なんでね、ちょっと紹介しようかなと思います。はい、まあこれ、まあ、2年ぐらい前に買って、まあ、ちょいちょい履いてたんで、はいはい、まあ、そういう感想とかも交えながら紹介していきたいと思います。はいはい、いいですね。はい、じゃまずこの長所、メリットからいきますか。はい、メリット、これね、あのもう水陸両用なんですけど、そもそも歌い文句としては。どういうこと？まず水に強いんですよ。これ何やったかな、あの撥水、長期的撥水加工をしてるらしくて、はいはいはい、そのウレタンコーティングとかじゃないと。そうなんですよ。だからこう、なんですかね、半永久じゃないけど、ちょっと長めの、はい、そのすぐ最初はめっちゃ水はじくけど、すぐ染みてくるみたいなんじゃなくて、ちょっとこう基本的に水をはじくよみたいな、水に強いよっていうのがこれ。なるほど。特徴でございますね。でこれね、あとライニングっていうんですかね、なんて裏側メッシュ、あー、ハイパンとかにあるような。そう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 。なんでだからもうこれで、もう履き心地というか通気性も良くて、これも水着の代わりにもできるし。あ、もうじゃあフルティーの状態で履いていいってこと？あ、なんのことかと。T シャツかと思ったでしょ。フルティーの。そう、フルレングス T シャツかと思ったけど、そういうんじゃなくてね、フルの状態でも OK です。でできますと。まあ、ちょっとふざけだけど、はい、バーベキューの時とかね、あ、そうですね、川とか海で、うん、そういう時はめっちゃいいってことね。まあ、バーベキューに俺これ着ていく勇気ないけどね、あの、キノコが飛ぶんで。あー、とろけちゃう。はい、僕ちょっと怖いんで、着ないんですけど、まあそういうの気にせずに、ガシガシ、はいはい。一応丈夫なんで、これも、やっぱり言うても。パタゴニアといえば、ね、そうなんです、丈夫も売りになってるんで、まあ、そういう意味で、やっぱもうほんまに、バーベキュー、海、キャンプ、なんでも行けますね。はい、いいですね。僕もこれほんまに海行こうと思って、海も行けるやんっていうので買ったけど、もうここ5年10年ぐらい海行ってない。いや、シーモッシュしたから。ほんまや、あのトヘさんと行ったやつだけですね。しかも僕海入ってないですから。海岸はそれは何回か行ったことありますけど、それもう百歩はしてない。あの、まだ日の目を見てない。しかもコロナでね。そうなんです、この2年の間ね。そうなんです。海のチャンスもなく、ちょっとねっていう子なんですけどね。まあ今後も海とかまたいい服でね、行けたらなと思うんですけども、はいはいはい、まあそんな感じで、まあ、履いた感想としては、まあ基本的には、まあ、この生地も薄くて、でこうゆとりもあって、はいはいはい、なんで履き心地はまあ普通にいいですよね。あ、ちょっと不安になるぐらい、なんならちょっとこう自由すぎてスカスカすぎて、ちょっとスカート履いた男子みたいな気持ちね。そう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 、そんな感じです。グラミチってね、やっぱ生地ごついし、うん、なんであの安心感はあるんですけど、はい、ちょっとこれ、外、あ、軽いからね、外行っていいんかなぐらい、これめっちゃ軽いんですよ、200g とか。え、なんで唐揚げ5個やん。いや、そうやけど唐揚げ5個ではちょっと隠れないんでね、これで着させてもらってるんですけど、まあ、ちょっとこう、心もとないぐらい軽いと。はいはい、でもめちゃめちゃこういいですね、その使い勝手としては。なるほど。で、レングスなんですけど、これね、最初バギーズショーツって言ったんですけど、はい、厳密にはちょっと違うモデルで、バギーズロングっていう、はいはいはい、あのロングバージョン。これでロング？これでロングなんですよ。これ S サイズなんで、まあ、そもそもちっちゃいんですけど、はいはい、このショーツって多分どこが短いか、多分ここですよね。ああ、また下ね。また下がね、すごい短いんですけど、ちょっとそれは一着目攻めすぎやなと思ったんで。まあ確かにちょっとバックパッカーコーデみたいなぐらいおしゃれじゃないと。そうなんですよ、いけないよね、ショーツの出来短は。そうなんですよ。あのやっぱ昔体育の授業とかでね、めちゃめちゃ短パンでトランクス履いてたら、やっぱポロリもしてたんで。そんなチャンネルで。でね、あの一着目なんでバギーズロングにの黒にさせていただきましたね。まあ言うてけど膝は出るよね、これ。あ、もう全然出ますよ。そうなんですよ、そうなんですよ。ショーツがめちゃめちゃ短い。なるほど。なんでね、今回ちょっとロングにさせていただきました。いや、ハイパンにもそうやったらこの長さでいいと思いますけど、ね、そうなんですよ。そういうのも理由付けて買ったんですけど、はい、海はいけてないですね。はい。
で、まあこれ履いてるんですけど、はい、まあこうでどうしようかなというので、まあ確かに素材感もね、うん、そのナチュラル感がないからとか、そうですね、あるからね、うん、まあやってたのはまあそれこそ大きい T シャツ T10-11 とかで、もう下はスポさんみたいな、そういう感じにはしてましたけど。なるほど。じゃあちょっと東江さん、いつものようにちょっとテク聞いてみようかな、東江さんに。じゃあまあ、はい、正解。あ、正解、ね、よかったね。やっぱり裾幅がね広くて、うん、かつ腰はゴムでぴったり止まるから、うん、ちょっと広がってるように見える。そうですね、うん、感じのフィッティングになってしまう人だから、腰に厚みがあったら多分こう縦に落ちるようになったりとかするんですけど、福太郎さんみたいに腰が薄くて広がるようになってしまう人は、うん、やっぱり身幅がすごいある T シャツを着るのがよろしいかなと。なるほど、思います。合ってたんやね。そういうことで本能的に。でもうちょっとこなれてきたら、こういうアロハシャツもね、ほんまやな。あ、いけんじゃん。いけ、黒黒でいけるかなと。いけるよ。思います。いいですね。ただ、ちょっとね、はい、俺もこの動画撮るにあたって、うん、はい、軽くコーデだけ調べたんですよ。はいはいはい。ちょっとね、間違ってた、恥ずかしいから。予習は大事ですからね。予習したんやけど、はいはい、なんと、なんかね、うん、あんまり、あのボタンのあるシャツ、シャツ羽織るのは、ぶっちゃけ超上級者じゃないとむずい。ああ、なるほど。かなと思います、ね。アロハシャツじゃなくてってことね。そうそうそう。しっかりしたシャツってことね。まあ、たまに、このカラーパンツにシャンブレーシャツが合ってる人とか多いんですけど、ちょっと難しいな。なるほど。ちょっとテクがすごくいるんで、基本的には身幅のある T シャツ、うんうんうん、で、まあ、ちょっと生地も固めな、はいはいはい、ドライ感のある USA コットン使ってるような感じで、はいはい、で、うん、でまあ、足元は自由に合わせてもらって、はい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 、まあ、軽めのスニーカーかスポサンカーみたいな、うん、いいですね。で、まあ、ちょっとアクセとかをね、あの、散りばめてね、例えばちょっと G-SHOCK みたいなスポーツ系の時計系に、はいはい、だけじゃなく、はい、ちょっと、まあ、ビーズなりミサンガみたいなやつなり、はい、なるほど、はいってはいってね言ってますけど、はい、合わせて、はい、でちょっとこういう何かサコッシュとか、はい、まあ、そういうバッグもなんかアクセ感覚でつけちゃった方がなんか、はい、ほんまに T シャツに短パンだけやったらいい、ね、ほんまにちょっとアスレチックすぎへんかなと。あともうボール持ったら短パン小僧ですから。そう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 、だから、まあ、うん、そういうバケットハットかぶるとかでもいいし、はいはいはい、こう、いっぱい足していきたいね。なるほどね、はいはい、バフをしてね。そうそう、うん、まあ、シルバーとかよりは個人的にはちょっとアクティブな、いや、そうですね、ものをつけていった方がよろしいかなと思います。確かにね、サコッシュいいね。いいこと言ったわ。あ、合ってました、大丈夫ですか。まあ、俺もちょっと欲しいな、はい、あ、ほんまに、うん、珍しい。ちょっとカラーパンツとかで柄もあるんよね。あ、もうめちゃめちゃありますよ、うん、めちゃめちゃちょっとそそるね。そそります。はい、今海パンがね、うん、フラミンゴ柄しかなくて。海パンやな。23歳の時に買ったんですよ、海パンの。けどもうそっから今4年で5年目経とうとしてるんで、さすがにアラサーでフラミンゴ柄で結構短い海パンやったんで、ね、ちょっとなんかエッチになってきた。エッチになるの。なんかピンクのフラミンゴいっぱいあるパンツやから、なんかちょっとやらしいなって思って。まあ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 と思ってきたんで、ちょっと、ね、はいはいはい、そろそろ大人の海パンとして俺は買ってみようかなって。いいですね、川とか海で遊ぶときに。めちゃめちゃいいですね。どうしよう、差つけるために短い方を選んだ方がいいかな。いや、周りと差つけんでええのよ別に。いや、ちょっと瞬足から全部そういう染みついてる。ああ、もうずっとコーナーで差つけてたね。ちょっとね、このコーナーで差つけてもらおうかなとかね、まあ、思ってますけど。言うてますけど。いや、言ってますけど、多いな、言うてますけどが多いな。じゃあ、ちょっと早速着てみます。そうですね、はい、そうですね。さっき言った、その、アロハで合わせたことないんで、はい、いいかもしれないですね。いいですね、はい、行ってみましょうか。Thank you.
いやでもアロハハマってたね。夏来てるね。海行くしかなかったけど、あのままビッグウェーブやったよ。もう撮影だから戻ってきましたけど海行くしかなかった。いやなんかアロハとこのパックマンなんか合ってたね。このガラガラでね、うん、黒に色みたいな、ね、確かに赤と黄がねありますから挟んでよかったですね。これこれは何ですか。これはあのチャコのスポさんなんですけど、はい、これね一味違うんですよこれ。まあパックマン、パックマンコラボっていうのは、まあ、もちろん見たら分かるんですけど、うん、これメイドイン USA なんですよ。ああ違法のね。あんま日本で買えないですからこれ。あそうなんや。もうあんま売ってない。ネットでもねなかなか買えないんですよこれ。 USA チャコ。 USA ですよ。もうアメリカのサイト行くしか無理みたいな、まあたまに多分こだわったセレショとかは入れてるかもしれないんですけど。なるほど。なかなか手に入らなくて、これも中古で買いましたから欲しすぎて、はいはいはい、めっちゃいいやんってな。これね結構ね気に入ってるんですけど、はい、あんまり気に入りすぎてあんま履けてないですよね。もう経年変化してないですからこれ。なるほどね。劣化していくだけ。履けば履くほど消耗するんでね、なかなか履いてないんですけど、ちょっとねまた良かったですね。良かったです。相性もいやめっちゃ良かったね。うん。いやこれ履きこなせそうやな。ついに。履きしちゃうぞ。はい。まあそんな感じで。はい。いい感じですね。良かったですね。てかロングやけど普通やん。いやマジそうですよ。これもちゃんと上げたら。普通に膝全部見えますから、うん、大人の普通のショーツや。これ もっとこんぐらいいくってことよね。いやそうよ。これはちょっと恥ずかしいな。海行くしかなく、いよいよ海行くしかなくなる。確かにタウンユースで男性で脱毛もしてなくて、うん、いやそうなんですよ。そんな感じで、はい、今回こういうコーデしたんですけど、いや夏到来という感じで、いやほんま行きましたね。いや皆さんのコーデ知りたいですね普通に。あバギーズショーツこうして着てますよみたいな。そう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 。まあ、あと小物とかね。はいはい、はい、今回サングラスとかは今回前買ったんで。総動員ですね。いやほんまに全部乗せでやったんですけど、えいやもうこれやばいよちょっとクルーズ持ってないとダメ。死ぬほど金持ってないとダメ。クルーズ行ってるのに、うん、外でんとバーにおる人よ。もう100回行ってる人やん。その外は来てる人やん。こんな感じでね、まあちょっと紹介してるんでね、まあ、こんな感じではないで普段は。普段はね、もうちょっとこう真面目にね、真面目というかまあ経年変化するようなアイテムをいかにどうシュッと着こなすかみたいなのをやってるんで、はいはい、まあ、たまにはこういう、まあ、持ってるアイテムでね、そうですね、今風のアイテムもありますんで、まあ、そういうのも紹介していくんでね、幅広くやってますので、はい、1個でも興味あったらね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。今回この辺でありがとうございました。ありがとうございました。いい表に出てこん人よ。裏でちょっとちょっとちょっとって撮影回してる人よ。まだ業界用語使ってるタイプ。そうっすね。じゃあ、ルエちゃん、この後シース行く？ちょっとケツカッチになる。お前もかい。